前回のあらすじ。戻し方がわかりません。仕方ないので、ここは一旦次の部屋に行きましょう。先ほどゲットした鍵でどこかが開くと思いますし。了解了解。うぷ主、待っててね。ふむ、シャロン君。彼は相当強いみたいだね。見た目もだけど、青鬼に出てきた主人公、ヒロシにそっくり。でも次の青鬼は。マリサさんだ。じーた、確かこの前は一瞬にして距離を詰められたんだっけ。警戒しておかないと。よし、これだけ距離を詰めればいけるはず。この前は油断してたけど、もう二度目はないよ。え？ぐ。ああ、皆無。遅い。遅すぎるよ。ぐ。なんて速さ。マリコこんな強かったっけ？そうだ、青鬼になると強くなるんだ。これはまずい。皆無。まだ、終わらないよ。二本目。今度はどこから来るんだ？正面か、それとも後ろか？皆無。ようやく、友達になれるね。お、シャロン、ここが開いたよ。それでは入ってみましょう。おっと、今回の部屋は真っ白ですか。赤色青色と来ていたので、次はてっきり黄色かと思ってました。ここにも青鬼いるのかな？場所の雰囲気的には青鬼いなさそうだけど。油断はできません。あとおそらくですが、この部屋に次に進むための手がかりが隠されているはず。それを探しましょう。オッケー。でもまた青鬼出てくるかもだし、シャロンの後ろに隠れてもいい？もちろんです。ここが奥の部屋。ずいぶん明るいですね。あれ？でも誰もいないし何もないよ。おかしい。何もないということはありえないと思うのですが。このボタン、何でしょうか？罠とかじゃないよね？そう願いたいものです。押してみますよ。よろしく。ポチッと。ちょっとシャロン。なんかヤバそうなんだけど。こんなところに階段が。登ってみようか。そうですね。しかし注意していきましょう。ここは、牢屋？あんなすごい仕掛けあったんだし、必ずここに何かありそうだね。ブン。ブブン。あ、青鬼。しかもこの声は。ブンブンハロー。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。最後は霊夢の一言でお別れです。ではどうぞ。ダイダラボッチ。データラボッチ。私はボッチ。